1977年の春別駅と周囲約500メートル範囲。上が中市別方面。駅裏に小さなストックヤードがあり、わずかばかりの石炭が望みされている。相対ホームは貨物ホームに転用されていて、貨物列車が停車している。駅舎横中市別側の三角状のストックヤードには家が立ち並び、 かつての貨物ホームが家屋と本線との間に草むしている。ヤードは北側に見える空き地まであった。駅舎横の南側に見える整地された空き地にはかつて植民軌道の大きな貨物取扱所があったが、すべて撤去されている。軌道はその前の通りを南に少し下って、市街の南端に見える軌道跡の細い道を西に向かい、 左下に見える中春別市街を通る北海道道八号、根室中標別線にぶつかった後、八号線の左脇を廃止された植民軌道根室線の軌道を利用して北に並走し、郊外で西へ向きを変えた。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成春別駅は北海道の付郡別海町中春別東町に、 かつて設置されていた、北海道旅客鉄道私別線の駅である。電報略号はユン。私別線の廃線に伴い、1989年4月30日に廃駅となった。地名より、現在の春別側を指すアイヌ語に由来するが小説ある。以下、アイヌ語の表記は出典に基づく。廃止時点で、短式ホーム一面一線を有したが、 かつては相対式ホーム2面2線を有する列車行き違い可能駅であった。戦後間もない時期までは駅舎側に島式ホームと駅裏に単式ホームを持つ変則的な相対式ホーム2面2線で駅舎は西側にあって島式ホームは厚湯かりにずれて設置され駅舎から島式ホームの中市別速端及び相対ホームの中央が構内踏切で連絡していた。 開業後間もない1938年の時刻表によれば列車交換も行われていた。ただし遅くとも1944年以降の時刻表からは列車交換は別海駅に変更されている。島式ホームの駅舎側は貨物用の副本線として使用されていた。駅裏は春別側の支流が蛇行する湿地帯で広い敷地が確保できなかったためか、 代わりに、駅舎横の中標別側に非常に長い貨物ホームと、広い三角状のストックヤードがあり、副本線から分岐した引っ込み線が伸びていた。ストックヤードには主に多くの木材が望みされていたようである。また、津床側には1936年から1949年まで、別海町上春別まで伸びて、植民軌道に標別線と接続する。 植民軌道を張る別線の屋根のある大きな貨物取扱所が設置されていた。その後貨物の取扱いが減り、植民軌道も廃止されると、駅舎側の副本線は厚床寄りの分岐が外されて、駅舎前までの引っ込み線にされ、代わりに駅裏に小さなストックヤードが設けられて、相対ホーム側本線が貨物用の副本線扱いに変更された。 貨物及び荷物取扱い廃止後は、副本線及び引き込み線が撤去され、島上の短式ホーム一面一線に防線化された。別海町鉄道記念公園に保存される、駅名標駅跡地には現在、中春別ヘルスパークが設置されている。すでに廃止から20年以上が当たつが、北海道道363号大沼、港春別停車場線にその名を留めている。 ありがとうございます。